もかますです。今日はこちらアディダスジャブラニを蹴って遊んでみようと思うんですが、こちらジャブラニは以前も紹介したように無回転ブレ玉が蹴りやすいっていうのはあるんですけど、その分不規則な動きをして、狙いが定めにくいっていうのがあるので、今日は最後に紙コースを作って、なるべく無回転ブレ玉で紙コースを狙うチャレンジをやっていこうと思います。まず3球連続クロスバーに当てれるか挑戦していきます。次に、メッシ選手が昔代表戦の試合前のシュート練習でやっていた、ゴール前に転がったボールに当てて、両方入れるというのをやっていたので、やってみたいと思います。最後になるべくブレ玉無回転で紙コースを狙えるように挑戦していきます。
いろいろと蹴ってみましたが、まあ、やはり無回転を蹴ろうとしてない時でも、まあ、無回転になってしまったりするんですけど、やっぱりジャブラニは不規則な動きや、まあ、ブレ玉がすごいので、まあ、蹴ってて楽しいですし、まあ、キーパーの方とかだったら、まあ、いい練習になるんじゃないかなというふうには思います。